2020年東京オリンピックのバスケットボール競技は国際バスケットボール連盟管轄の下で2021年7月から8月にかけて実施される予定の2020年東京オリンピックのバスケットボールである5人制バスケットボールは埼玉市の埼玉スーパーアリーナで実施され男女各12チームが出場 男子は開催国と2019年 FIBA バ,バスケットボールワールドカップにおいて各大陸最上位1チームとヨーロッパとアメリカ大陸の2番手チーム、それに世界最終予選から4チームに出場権が与えられる。女子は開催国と2018年 FIBA 女子バスケットボールワールドカップ優勝国以外は世界最終予選で出場国を決定するがアジアオセアニア、アフリカ、ヨーロッパ、 アメリカ大陸の4地域から確実に出場国が出るようになっている。なお、男子決勝が最終日に実施されることが慣例となっていたものの、今大会については女子決勝を最終日に実施することとした。開催国として出場権を獲得した男子日本代表は1976年大会以来の出場、女子日本代表は2大会連続の出場となる。また、 今大会では 3X3 が初めて実施される。会場は仮設のアウミアーワンスポーツパーク。男女各8チームが出場。開催国である男女日本代表チームが自動的に出場権を認められるかについては、2019年3月30日の FIBA 中央理事会では5人制、3X3 とも男女両方について認められた。 一方で FIBA のプレスリリースでは 3X3 については IOC の承認が条件としていた。10月2日、FIBA は 3X3 開催国枠はランキング上位の男女いずれか一つになったと発表。10月3日の日本バスケットボール協会の発表によると3月の FIBA の決定は IOC の承認が得られなかったとのことである。同日、IOC 会長のトーマス・バッハは ローザンヌで10月2日、3日に行われた IOC 理事会後の記者会見でこの件について朝日新聞の記者に質問されると私は知らない。今日も昨日も 3X3 に関する話題はなかった。と回答した。出場国選出の基準日である2019年11月1日のランキングでは男子9位、女子11位であったため、 男子日本代表のみ開催国枠による出場権を獲得し、女子日本代表はオリンピック予選、またはユニバーサリティオリンピック予選を通じて出場権獲得を目指すこととなった。2021年5月のオリンピック予選で女子日本代表は3位となり、出場権を獲得した。男子世界最終予選2019年フィババスケットボールワールドカップで、 オリンピック出場権を得た国を除く上位16カ国と FIBA ランキングに基づき選ばれたアフリカ、アメリカ大陸、ヨーロッパ、アジアオセアニアの4地区から2カ国ずつの計24カ国が出場する。24カ国はランキングに基づき6つのポットに分けられ、1会場につきそれぞれのポットから1カ国ずつ、計6カ国が出場する。 グループリーグとトーナメント形式の併用で優勝した国がオリンピック出場権を獲得する。女子世界最終予選ヨーロッパ女子バスケットボール選手権の上位6カ国と大陸予選を通じてアフリカから2カ国、アメリカ大陸とアジアオセアニアから4カ国ずつの計16カ国が出場する。なお、すでに出場権を獲得している日本とアメリカ合衆国も 上記の出場国に含まれる。16カ国を4カ国ずつ4グループに分けて、総当たり戦を行う。日本かアメリカ合衆国を含むグループからは2カ国、いずれも含まないグループからは3カ国が、オリンピック出場権を獲得する。16カ国は、ランキングに基づき4つのポットに分けられる。アフリカから出場する2カ国は、同じグループに配置されるため、 いずれかの国は必ず出場権を獲得する。アメリカ大陸と合わせて4地域からの出場国が出揃う男子女子男子予選リーグ組み合わせ抽選はフィバランキングをもとにしたポット分けにより2021年2月2日に行われた。なお、世界最終予選はまだ行われていないため各予選大会で最もランキングが上位の国の順位をもとに こと分けが行われた。4チームずつ3組に分かれて、総当たり戦を行い、各組上位2チームと3位チームの打ち成績上位にチーム、計8チームが決勝トーナメントに進出する。準々決勝の組み合わせは、各組1位チームと2位チームの打ち成績最上位、計4チームをシードチームとして抽選を行う。グループ A グループ B グループ C 女子予選リーグ。 組み合わせ抽選はフィバランキングを元にしたポット分けにより2021年2月2日に行われた。4チームずつ3組に分かれて総当たり戦を行い、各組上位2チームと3位チームの打ち成績上位にチーム、計8チームが決勝トーナメントに進出する。準々決勝の組み合わせは各組1位チームと2位チームの打ち成績最上位、計4チームを シードチームとして抽選を行うグループ A グループ B グループ C 最終結果、ありがとうございます。